始めていくんですけど、漫画模写 RTA、今時期のシュ編、第2弾、清丸なんですけれども、あの、私、もう全然 RTA と言っておりますが、30分もかかってしまいました。もう、失敗でございます。ただ、まあ、30分かかるのも無理ないというか、 なんかめちゃめちゃでかく、でかい絵を描いてしまったので、ただ30分もあれば、何ができるかっていう話ですよね、もう。30分もあればなんか、アニメとか見たりとか、京王線で新宿から成績桜ヶ丘まで行けるぐらいの時間ではあるんじゃないでしょうか。もう、30分も描けてしまいました。 で、これは、あの、ガッシュの、清まろなんですけど <laughs>、清まろが、怒り狂ってる状態なんですけれども、なぜこのシーンを描こうかなと思ったのかと申しますと、ことの発端はね、ゴールデンカムイなんですよゴ。ゴールデンカムイを、あの、無料版の、 なんか今無料公開されてるやつを、まあ、この前50話ぐらいまで読んだって言,い,言いましたけど今90何とかはぐらいまで読めて、まあ、まだ多分折り返し地点ぐらいだと思うんですけどもしかしたら3分の1ぐらいなのかなまあそこでなんかちょっとどうしても合ュを読みたくなってそれで ガッシュをなんかに完全版のなんか23巻24巻あたりをもうガーッと読み返してそれで今に至るという感じなんですけれどもあの僕はゴールデンカムイのゴールデンの意味が分かってしまったんですけれどもこれもしかして日本で僕初ですか日本というかまあ世界で僕初なんでしょうかゴールデンカムイのゴールデンの意味が分かった人間というのはこれもう早速ネタバレしていいでしょうか あのゴールデンカムイのゴールデンはズバリあの金色の,ガッシュの金色から来てますこの説を僕は推したいと思いますつまりゴールデンカムイの作者の野田悟先生は「金色の合ュが大好きでそこの「金色の合ュの「金色」っていうのを頂い,いたというかまあリスペクトとして2代目金色の合ュとしてゴールデンカムイを 書き出したんじゃないいかとそれが僕の推理でございますこれ多分あのー「ゴールデンカムイ」と「ガッシュ」を両方読んだことある人は今今なんか感動に打ち震えてると思うんですけど感動しても膝から崩れ落ちてもう過呼吸になってるんじゃないかなって思うんですけどまあ 知らないガッシュの方を知らない人にまあ根拠をいろいろ話していきますとまずあのゴールデンカムイのあのアイヌのなんかアシリパさんのいとこみたいなちっちゃな女の子なんかおそまさんみたいなあのちっちゃな子のデザイン見た時にめっちゃガッシュの魔物っぽいなって思ったんですよね まあなんかあの、明らかにギャグ顔みたいな感じというか、まあなんかキャンチョ目だったり、まあ性格は違いますけど、を連想するような感じっていうのが、なんか合ュっぽいなっていうのを思って、で、で、よくよく考えたら、あの、藤見の杉本と、あの、アシリパさんっていう、なんかあの組み合わせも、なんか、その、青年と、 青年なのかおっさんなのか。まあ、と、子供のバディノっていうのが、結構ガッシュっぽいなっていうのが。まあ、清まろとガッシュでもいいし、あ,あの、千年前の魔物編とかの、あの、レイラとアルベルでしたっけとか、なんか、ああいう感じの、なんかガッシュって、その、魔物、魔物の子供と、 あと人間界の大人もしくは青年もしくは少年みたいなまあ魔物と人間のバディものでまあそういうなんか凸凹コ,コ,コンビみたいな感じっていうのはまあでもまあ割とよくある設定なのかもしれないですけどまあそれでもここも結構合ュっぽいなって思ってまあでもこの2つの根拠だけだと弱いと思うんですよ全然そんなのは。 ただ読み進めてる間にもう決定的な尻尾をつかみました文字通り尻尾なんですけど <laughs> あのゴールデンカムイで江戸貝さんっていうなんかやばいやつ出てきたじゃないですか人間の皮をなんか服とかにしちゃうやつでなんかその人間の服のしかも普通の服じゃなくてその手とかを 手の皮とかをなんか尻尾みたいになんか体のなんかその服につけてなんかぐるぐる尻尾みたいに振り回して歩いたりとかこれこのなんか気持ち悪いフォルム見覚えありませんかそうこの今僕がまさに書いてる気持ち悪い清丸くんですこの清丸の常人には思いつかないようななんか顎の下から象の鼻3つ出てるとかなんか 肘の関節からなんか変な角みたいな、なんか突起みたいなのが出てるみたいな。この、ま、これ、清まろが極度に怒ると、ま、こういう状態になるんですけど、ま、清まろは普通の人間なんですけど、こう、こういう、このなんか清まろの怒りのこのギャグデフォルメみたいなのを、江戸貝さんはめちゃめちゃ、 江戸貝さんというかもうゴールデン作者ゴールデンカムイの作者の人がめちゃめちゃ影響を受けてるんじゃないかなと僕は思ったんですけれどもこれはもう確定でいいんじゃないでしょうか。ということでもう「ゴールデンカムイ」ガシ「金色の合ュ説」僕はちょっと学会に提出しようかなと思うんですけれども。で これ,これ僕思ったんですけどこの説を思いついたにとどまらずさらにもう少し発展させると僕本当にに何かまだ97話ぐらいまでしか読めてないんですけどでもこの先の展開を予想してもいいでしょうかあのガッシュガッシュの面白さってまあガッシュをまあ軽く説明すると あのー、魔物が魔物があ魔界の王様を決める戦いっていうのを魔界でやればいいのになんんか人間界ででやるんですよ魔物っていうのは、まあ、魔物の子供なんですけどその魔物の子供っていうのは自分一人の力では戦えなくてあの人間界でパートナーっていうのを見つけてでそのパートナーっていうのをどういう風に見つけるかっていうと魔物っていうのは一人一個魔法を持ってて。 でその魔物の言葉っていうのはあの日本語とか英語とかじゃないんで、まあ、基本的には誰にも読めないんですけどその相性がいいパートナーだけはちゃんとそのなぜかその魔物の魔法を読めるっていうだから基本的には魔法の魔物の言語っていうのを読める人間を探してその人にパートナーになってもらってでパートナーにその。 魔物のその魔法に呪文が書いてあるんで呪文を読んでもらうとようやく戦えるっていう感じなんですねでその魔法燃やしたら、あのー、魔界に転送されちゃってで最後の一人になるまで戦い合うみたいなだからまあ,あの相手を殺すとかじゃなくて、まあ、品種状態になったりとか魔法に火がつくとそれで、あのー、もう魔界に帰ってリタイアっていう感じなんですけど。 でまあ、ガッシュの面白さってその、ま、魔界に帰るシーンなんですよ、ねまあ、これがなんかその、まあ、一つやっぱ来久誠先生のも偉大な発明だと思うんですけどあのー、やっぱ誰でもその感動系に弱いじゃないですかこの特に子供が頑張るみたいな感動系には弱いじゃないですか。ただ 子供が死ぬとととかかにななるるちょっすすぎるじゃないですかそこまでは望んでなくて、まあ、そこのちょうどいい塩梅が魔界に帰るなんですよねが人間界にいなくなっちゃう人間界からいなくなっちゃうからもう二度と会えないんだけどもう死んではないみたいなだからそこのパートナーと魔物のお別れのシーンっていうのがまあ毎回毎回泣かせるんですよね しかもその最後まで勝ち残れば残るほどやっぱ情が湧く,湧くじゃないですかでもあの一人で戦ってるわけじゃなくて、まあ、当然そのガッシュたちにもなんかキャンチョメだったりとかティオだったりとかウマゴンだったりみたいな味方がいるんですけどもう絶対最後の一人にはなるんですよだからそういった味方のキャラたちも魔界に帰んなきゃいけなくてお別れのシーンがあるっていうそのなんか 仲良くずっと仲良くしてたパートナーと魔物がで相手側とかも敵側とかのその別れのシーンとかもやっぱ名シーンだらけで、まあ、そこがね一個そのガッシュは戦いも面白いんですけど別れのシーンがものすごい感動的っていうのがガッシュの魅力だと思うんですけどこれをこれを多分ゴールデンカムイでもやるんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあ、ゴールデンカムイの場合はもう死んじゃう ってことですけど魔界に帰るとかないと思うんですけどアシリパさんとかあのおそまちゃんが魔界に帰るっていうことではなくてあのまあ僕のもうガチ予想で言えば多分アシリパちゃんはもう人気すぎてあの子を殺すってことはもう世間が許さないし編集も許さないと思うんでもう一組大人と子供のコンビが敵として出てくると思うんですよ。 で、そのコンビの子供側が死んじゃうでめっちゃ感動的な別れのシーンをやるっていうのが最後フィナーレであると僕は予想しますもしくはもう僕が読めてないだけでもなんか最新話らへんではもうそういうコンビが出てきてるのかもしれませんやっぱライクト先生リスペクトなら多分そこのお別れのシーンみたいなのもやりたくなっちゃうと思うんですよね だから今後の展開でゴールデンカムイで絶対それがあると僕はちょっと今今予言しておきます8月31日9時3分の時点でちょっと僕はそれを予言していたいということをここにここに証拠として提出しますというもうどうでもいいもうアホほどどうでもいいなんか時間の無駄みたいな <laughs> 時間の無駄みたいなことは置いといて 僕ちょっとここで絵描くのやめればよかったなって思ったんですけどこの清丸のこの <laughs> この時点でやめとけば30分もいかなかったんですけどこの,この横に清丸の顔のドアップを描き始めちゃうんですよね、まあ、そのせいでしかもその顔のドアップっていうのがめちゃめちゃでかい顔だったからもうすごい時間がかかっちゃってそれで30分を超えるような めちゃめちゃ時間のかかる絵になっちゃったんですけれどもこのシーンはこのシーンもやはりもうライク誠先生のもうなんか偉大な発明っていうのがこれはあのーなんでしょうねお笑い芸人とかでいうリズムネタっていうのを開発した瞬間なんですよね。僕 他のなんかリズムネタ漫画みたいなのがあるのかをちょっと見落としてる可能性はありますが、まあ、僕が知る限り漫画ののの中にリズムネタを盛り込んだだっってていうのはは先生の発明だと僕は思ってますなんかそれまでまあ歌とかでのネタとかはちょっとあったりとかした気がするんですけどなんか明確にこんなになんか面白くてかつなんかリズムネタだなって分かるリズムネタを盛り込んだっていうのはまあライク誠先生が。 初めてというか、まあ、ライク誠先生にしかできない荒技なんじゃないかなというのは思うんですけれども、まあ、この「何がどうリズムネタ」っていうのはちょっとまたここのここのお話のなんか前後を少し説明しなきゃいけないんでちょっとあの読んでない人のためにも少し説明をするとこのガッシュと清ロっていうのが一旦 あの利用ってやつにやられてなんんかか死にかけるんですね特に清マロがもう超絶に死にかけてでもう清マロを変ななんかその回復液みたいなやつの中に入れてアイシード21でいうなんか昼間がなんから酸素,酸素カプセルを変なキャタピラみたいなつけてなんか酸素カプセルで移動してたみたいなあいう <laughs> あいう感じでなんか。 清マロも回復駅に車輪みたいなのつけて移動するみたいなもしくはガッシュが運ぶみたいな感じでもう清マロはもうほぼ死にかけの状態でずっと物語が展開してたんですけれどもその間にやっぱなんか味方はどんどんボロボロにされていくんですねで特にもうものすごいピンチに陥ったのがあのジェデュンっていう魔物とロデューっていう魔物を がもうそのラスボスのラスボスボっていうかまあゼオンのラスボスではないですけどゼオンの側近みたいな感じでこの二人がもう超強い魔物でもう味方が結構ボロ雑巾みたいなもうボロボロにやられるんですねもう必要以上に痛めつけるみたいなしこっちの攻撃はもう本当になんとか連携に連携を重ねてまあようやくちょっと。 相手にダメージを負わせたぐらいでもう割と絶望的な状況でただその絶望的な状況の中でも希望が1個あるとしたら清丸がなんかもうすぐ回復しそうというかもうすぐ目が覚めそうっていうなんか清ロの心臓が動き出したっていうのがなんか分かってで清ロが起きるまでの間になんとか踏ん張ろうみたいな感じでそれで。 あのみんなで時間稼ぎをしててでようやく清マロが目が覚めたっていうところででまずはあのジェデュンってやつと戦うんすけどそのジェデュンってやつもものすごい防御力があるようなもう超強い魔物なんですけれども清マロ復活したらいきなり めちゃめちゃ強くなっててまあなんかサイヤ人とかでもあるじゃないですかその死にかけたら超強力になるみたいなだからなんか今までこんな変顔とかしたのもここまでその清まろが人間の形を失って怒ったっていうのは <laughs> 初めてでまあそれも死にかけたからもう人で亡くなったのかもしれないですけど清丸がまろ、あ、がとにかくあのー、清まろ自体がめちゃめちゃパワーアップしてで あの読めるその魔法のページも増えてなんか呪文がいっぱい増えてたんですね。かつあの第1の呪文がザケルなんですけどザケルがものすごい強くなっててというかもう他の呪文全部強くなってたんですけどもう全ての呪文がなぜか超絶パワーアップしててっていうのはあのさっき話した通りガッシュのその魔法があるんですけど魔法って。 あの呪文が書いてあってなんか普通はその1行とか2行になんか「ざける」みたいな感じでその、まあ、文字がなんか文章が2行ぐらいあってそれを「なんかざける」って読めるみたいな感じなんですけどまあ恐ろしく非効率な言語ですよねそんだけ文章書いといて「ざける」っていうワン単ン語しか、ね、ないのかみたいなのはものすごい欠陥欠陥言語だと思うんですけど魔物の言葉っていうのは。 ただもう驚くことなかれ目が覚めた清まろにはその1行2行どころかもう1ページ全体ででっってて読めるようになってたんですねそしたらもうザケルの威力がもう爆上がりしててもうそのめちゃめちゃ強かったあのジェディウンの中ぐらいの呪文とかまあ結構強めの呪文とかも大地の呪文で破れるぐらいの強さになってたんですね。 これが、これがやっぱなんかもう激ツ展開で、でも一瞬で倒しちゃって、そのジェデュンっていうのを。で、今度はもうロデューってやつが、こいつはこいつでもめちゃ強くて、あの、ジェデュンよりもものすごいあの体力があって、あとジェデュンよりも性格が悪いんですよ。ジェデュンは、なんか、 むしろちょっと心優しい悪いやつみたいな感じだったんですけど、ロデューは典型的な悪いやつみたいな感じで、どっちかっていうと、ロデューの方が、あのー、ガッシュとか清丸の味方をいたぶってたんですね。だから今度はロデューの場合は手加減しないというか、まあさっきのジェドンよりも強力な呪文をロデューに使うんですよ。で、で、それでもロデューは、 まあかなりパワーアップしててあのさっきのジェドンよりは全然つもっと強いはずなんですけれどもそのロデューの一番最強の呪文っていうのを割と中,中級ぐらいの呪文でなんか普通に倒しちゃってで,でロデューがその呪文で捕らえられて清マロにその中級呪文ででもボロボロになりながらもそれでも負けを認めないでなんかさっきの。 なんかあのキャンチョメだったりとかティオだったりウマゴンみたいな感じにお前らもうズタボロにしてやるよみたいな感じでまあ結構切ってくるんですよそれに対して1回この「中級呪文」っていうのを清丸が呪文を解いてそれでそっから鬼のようにもう100回ぐらい連発でザケルを。 けこのロデューに打つっていうシーンなんですねこれはでそのまあ何がリズムネタっていうのにつながるかって言いますとやっぱもうそれまでもう散々もうこんなこんな嫌なやつもう早くぶっ倒してくれっていうふうにまあ見る側はもう相当そのカタルシウスがもう溜まってたんですねそこで まあ,やっぱあんぐらいの変な中級呪文でいきなりポットでのなんか新しい中級呪文でロデュー倒しちゃったらこっちとしてはなんか読んでる側としてはまだストレスが発散されてなくてそこで一回その呪文を解いてそっからもうあんだけ強化された1ページ全体でザケルと読める超強化されたザケルをもう鬼ほど打ちまくるんですね <laughs>。それでまあ このロディウがもう苦しみまくるっていうのをもうそのザケるザケるザケるがザケる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 がザケるかみたいな感じでもうすごい連発するのがこれがなんかリズムネタになってるんですね。<laughs> 僕が書いたところだけだとそのリズム感が伝わんないと思うんでまあぜひ読んでほしいんですけどもページ全体を使って。 まあ普通こんだけなんか文字量があったらまあ読むのだるいと思うんですけどただ読者としてはもうすごいロデューに対してヘイトがたまりにたまってんでもう全部一個一個このザケルを読んじゃうんですね。<laughs> それで一発一発このザケルあのめっちゃ強かったザケルがロデューにニックきロデューにぶち当たってるところを想像しながらもうなんか「ザケルザケルザケルがザケル」っても清丸と同じテンポでなんか笑いながら読んじゃうっていう。 まあしかもやっぱガッシュのいいところでこれが普通に本当にロデューが死んじゃったりとかしたらまあそれはそれでちょっとなんか両親が痛むというかだからまあちゃんとその死にはしないっていうところもまあこのギャグのうまさというかそれでもとにかくロデューがもう引くほど避ざけるくらってなんか消し炭みみたいになんか焦げまくってなんかブスブスブスってなんか煙が出てるっていう。 そういうシーンなんすね。だからなんかもう途中で清ロとか、まあ、これまだ清ロのこ,この恐ろしい顔っていうのがこんだけ恐ろしく変化してんのに第二形態なんですよ。これ <laughs> これがもう一回ここからもっともっと気持ち悪い顔に <laughs> 変身するんですけれども。それがうんまあやっぱそれはちょっともう読んでもらいたいっていう感じですかね。 <laughs> まあなんかアシュラみたいになるんですよねもうなんか三国志プラスアシュラみたいな感じになってもう顔がなんか3つぐらいに増えてぐるぐる回りながら「ざけるざけるが」を唱えまくるっていうもう超絶超絶面白いリズムネタ繰り広げられるんでまあこれは本当に読んでほしいっすね。 ゴールデンカムイ好きな人だったらもう絶対に「金色の合ュはハマると思いますしなんか僕が「ゴールデンカムイ」と「金色の合衆の「金色」と「ゴールデン」このなんか共通性を見いだしたのがまあ納得できるんじゃないかなって思いますうん ということで、もう僕喋りたいことはもうほぼ喋り終えたんですか <laughs>？まだ時間あるんですね。もうこれ時間やっぱかかりすぎですね。で、ちなみにまあ、ここれ、このそのロデュをザケルザケルガでこのタコ殴りにするっていう。一幕の後にあのゼオンと戦います。ゼオンはあのこの前書いたあの全音編で書いた。あのガッシュの兄貴なんですけど。 ここら辺の緩急もやっぱ上手いっすねこのラスボスに入る前に一回ちょっとギャグ界を挟むっていう。でギャグ挟んでからのも,うものすごいシリアスでぐーっと盛り上がっていく感じっていうのがなんかちょっとこのゼオンもこのガッシ,シュとキヨガッシュっていうかまあ清丸かこの清丸を見ながらなんか若干弾いててなんかそこら辺のあのゼオンが。 ちょっと冷や汗せたらりって垂らしてるよみたいななんかそこら辺のギャグも面白いですねでここら辺はもう僕がもう時間をタイマー見ながら書いてないんですけれども時間かかりすぎてるなってもう気づいてるんでこれを中断しようかどうかをなんか迷いながら書いてるんでなんかもう角の形とかも明らかになんかもう力が抜けてるというか。 も,ものすごいこれ中断しようかどうしようか迷いながら書いたっていう感じなんですけれどもまあただなんかこの紙がぐしゃぐしゃな感じは、まあ、ちゃんと本家も紙がぐしゃぐしゃだったんじゃないかなとさすがに手抜きだから紙ぐしゃぐしゃになってるっていうことではないと思うんですけどどうなんでしょう、まあ、そこら辺の真偽っていうのも是非合唱を読んでみて確かめてください。 完全版の13巻ぐらいですねこれは。ガッシュちなみにもうちょっとガッシュの話からそれ始めますけどこのライク誠先生の下でアシスタントし,たしてた人の中で。 あのまあライク誠先生って結構そのアシスタントがなんか入れ替わり立ち替わりだったみたいなんですけどだからなんか最後のクレジットかなんかにその書いてあった人もまあなんか1か月ぐらいはアシスタントしてたみたいな1か月以上アシスタントしてた人がなんか表示されてるというか明記されてるみたいな感じでその中にあの結界誌で有名な田辺イエロー先生も入ってて。 田辺イエロー先生といえばあれっすよね実は男性だった男性じゃない女性だった意外な漫画家第3位でおなじみの,あの第1位が荒川博夢先生で第2位があのご後藤家小夜春先生でしたっけ「あの鬼滅の先生で」で第3位が田辺イエロー先生というの、まあ、僕調べではありますが結界紙もめっちゃおもろいっすよね。 引っ返しちょっと後々書こうかなっていうのをこれをこれのなんかライク誠先生の情報をリサーチしてる時に思いましたなんかサンデーサンデー僕意外に好きなのかもしれないですねなんかそのゴールデンカムイの時にもそのちょっとそのギャグが子供っぽくてなんかそのなんか子供っぽいギャグっていうのが まあその小学生が好きそうなギャグっていうのがでも意外にやっぱなんか笑いとして一番おもろいみたいなことなんか言ったと思うんですけどやっぱ「サンデー」ってその「マガジンサンデー」「ジャンプ」の中でなんか一番いい意味で子供っぽいというか一番少年っぽいなっていう感じがして僕の中では「サンデー」小学生「ジャンプ」「中学生」「マガジン」「高校生」みたいなそんなイメージがあるんですけどその考え方はちょっと古いんでしょうかどうなんでしょうか 結構なんかサンデー作品が、まあ、足立光とかもサンデーですもんね、まあ、あれは小学生には早いような気はしますがだからなんかちょっと次あたりはサンデーつながりであの結界紙とかを書いてみようかなと思いましたとか言いながら結界紙マガジンとかだったらどうしようサン,サンデーですよね多分、まあ、ちょっと結界紙あたり書きたくなっちゃいましたね これはまだ終わらないのでしょうかもう完全に話は尽きてしまったんですけれどももうなんか <laughs> 5秒以上の沈黙がなんか放送事故で取り直すとかなんかこの前言ったような気がしますが今もしかして5秒以上沈黙をしてしまったんでしょうか僕は。 もう29分も録音してるのでもう撮り直しは嫌なんでもうこのまま <laughs> 続行させてもらいますがおこれようやく終わったんじゃないでしょうかこれでおしまいですねよしお疲れさまでした